エンジンブレーキ、エンジンブレーキ。やべ、8月なのに寒くなってきたこれ。おい、ひどくなってきたので今日はもう帰ることに。それでは皆さんごきげんよう。YouTube ヒカキン、うぜえ。やべえなこの雨。ゴープロ取れてんのかこれ。さあ、多分もう水冷になっちゃうのかな。ちなみにこのカーブなんですけど、陸への免許取ってバイク買おうと思ってる人は最初カーブがいいんじゃないかな。その理由は簡単で、カーブは長く、でっかいバイク買い替えた時もカーブだけ残しとけばかなり楽しいと。行くぐらいだったらカーブの方が絶対楽だし、消耗品もめちゃめちゃ安いしね。構造も簡単ですごいよく考えられてるから、メンテナンスの便利。ちなみにバイクのメンテは絶対できるようになった方がいい。絶対ではないですけど、金はかけてトラブルにあった時に楽に、例えばタイヤ交換自分でできるようになると、で前後で6000円ぐらいは浮くんじゃない。まあ当然自分でできるようになるためには工具をある程度揃えなきゃいけないんですけど、普通も出せば相当いい工具買えるからね。けど1万円ぐらい出してセットのやつをドーンと買ってね、アストロで1万円も出すな。そうやりゃあ、もうこれで6000円。分かんないことあったらネットになんかいろいろ載ってるでしょ。動画で解説してくれるページいっぱいあるからね。超でメンテして乗ると、これがまでメンテしてる人はいっぱいいるだろうから、偉そうなことは言えないから、まあここら辺にしとこう。自分でできるようになるとめっちゃ金浮くよ。多分部品も安いしね。俺はこの前食えなかったラーメン今から食ってくる。でも今の時間やってんのかな。またやる、あ、休みっぽい。あ、やってるやってる。なんか名前が違うぞ。7